皆さんこんにちは、FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘です。本日はですね、はい、アルベル東京進化を楽しむ選手編ということで、はい、この OB の方にお話をお聞きしたいなというふうに思います。はい、福西隆さんです。はい、おなじみと言っていいのかな。これはまだ俺が言うことじゃないか。いや、ね、おなじみです。それぐらい慣れるぐらいに頑張りますけど、福西隆です。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、アワーカップオンラインでもそうですし、はい、もうね、試合のこう戦況だったりとか、この試合始まる前のね、いろんな話を、はい、そうですね、前回もいろんなところです、はい、出させていただきながら、はい、なんかすごいなんか評価が高いっていうか、バズったんじゃないの？全然バズってない。いや、バズってなかったらここ来てないですから。そうかそうかそうか、まあまあね。でもやっぱり僕らが見ても、やっぱ試合に向けて見る場所っていうところがいろいろとこう発見できるというか、うん、試合やっぱり楽しくなるじゃないですか、はい、なんか見どころっていうかね、違うところで見ながら試合見たらまたより面白くなるんじゃないのっていう、ね、はい、感覚でも僕らもこう伝える部分はあったんですけど、はい、そういう中でね、もう結果が伴えばいいけど、それでもやっぱそれが結果がね伴わなくても、はい、そのこれからどうなっていくのかっていうこともあるし、うん、結果いい面も出れば課題も出るわけじゃん、はい、やればで、そこを課題を直していくことで強くなっていくわけで、うん、まあ、そういうのは見れた、いい3試合だったなっていうのは感じますよ。いや、本当に貴重な機会、うん、ありがとうございます。いう、はい、まあ、ということでですね、今回は、まあ、いろんな戦術的な観点もそうなんですけど、まあ、ちょっと選手にフォーカスをして話を進めていきたいなというふうに思うんですけど、うん、はい、まあ、この、作戦ボードというかね、ホワイトボードを持ってきて一応選手を配置はしてみたんですけど、うん、まあ、メンバーもね、いろんなメンバー、また試合も出てたりとかするんですけど、一応この並びで今日は置いてみました。はい、ということで、はい、まあ、進めていきたいなと思うんですけど、どっちからいきますか、はい、前の選手からいきますか、後ろの選手からいきますか。やっぱりもうアルベル東京は下から組み立てるようなサッカーに変わったわけですよ。ですよね、はい、だからやっぱり下からしっかり組み立てていきましょう。いきましょう。わかりました、はい、ということで、じゃあまずはですね、まあ、ここにいるスウォービック選手、今年から移籍してきた、うん、仙台から移籍してきた選手ですけど、まあ、クバ、うん、クバと、みんなだからクバっていうので親しん、はい、クバ神と言われてます。そうでしょ、クバシンね、確かにシンだよ。そう、シン、それはなぜシンなのかというところを福西さんに聞いてみたいなと思うんですけど、うん、どうですか、印象は。もうね、まずそもそもセービングっていうキーパーとしての能力が高いってことじゃん、はい、ってなるとディフェンスラインはしっかり、後ろを信頼できるっていうことを考えたら、やっぱ前の、気持ちが強くなる、はい、となるとラインを高く設定できたりとか、うん、勝負、うん、インターセプトの勝負に出れるっていうことでつながっていくことを考えたら、うん、セーブもしてくれるし信頼感もあるっていうことでは俺は大きいなっていう、はい、でしかもね、試合で止めてくれるじゃない、うん、やっぱギリギリの戦いで止めてくれるってなると、なおだってそうじゃん、うん、おーよーし行かなきゃっていう、うん、なんかプラスに働くでしょ。そうですね、はい、だからそういうことで言うと、俺は精神的にも技術的にももう神って言っていいんじゃない。めちゃくちゃいい補強だなと俺すぐ思ったもん。そうですね、ああこの選手取ってきたかっていう、はいはい、もちろんあのゴーがいたりとか、うん、まあ、今あの怪我人が林が、ね、怪我したりとか、ダマがいたりとかしますけど、うん、やっぱりキーパーの重要性っていうものを、うん、本当今シーズンここまでの戦いの中で、うん、まあ、示してくれてるなっていう印象ありますよね、うん、いい争いになったなっていうのは感じますけど、はい、まあ、今まさに言った後ろ側の安心感のおかげでちょっと今並んでますけど、やっぱ押し上げられる、うん、そうそうそう、でここであとシュート打たすじゃん、はい、これはでかいよ、うん、あの攻撃側からするとですね、シュートを打たせられてるって感じなんですよ。この打たすじゃんっていうのをね、もう FC 東京のさサポーター結構サッカー知ってるじゃない、はい、ね、例えばもうここでこのコースで打たされたら、うん、もう狙うは こっちメインしかないから、やっぱここ抑えられるよね、はい、でこれ入れたらミラクルじゃん、はい、ってなっちゃうと、もう打たせられるっていう安心感があると、うん、嫌でしょ。そうですね、すんごい嫌です、うん、あのそっちに持っていかされてて、なおかつ打つんですけど、もうキーパーには防がれるっていう位置に、うん、あえてこうなんか移動させられてる感じ、うん、まあまあ、そういう立ち位置も含めて非常にいいですし、僕はやっぱりその、うん、キーパーとしてのその立ち位置がいいですね。あのフィニッシュを打った時に必ずそのボールが例えばですけど、うん、外に出てても、うん、反応してるんですよ。だからいいコースに入っても常にこうしっかりと飛べてるんで、あ、多分コースに来ても飛めてるだろうなみたいなシーンをよく見ますね、うんうん、上に対してもそうだし横に対しても、うんうん、
そうだね、立ち位置は確かに、はい、あとは裏への飛び出しの躊躇はたまにあるけどね、うんうん、そうですねここだけはこれってやっぱり時間がかかるから、はい、ここの信頼感と、はい、でアルベル東京のつないでいくっていう点でのこう攻撃の高さとやっぱ守備の高さってやっぱ違うじゃん、はい、でそうなった時にまだこうチームとして時間はかかるなっていうのは、うん、ちょっと思うんだけど、はい、でもそれ以上にこの安心感っていうのはこれはもう今のところの俺は MVP かなって、うんうん、これはまたねシーズン終わってまたやるんでしょどうせさすが刻みますからね、はい、ちょうど今ね中盤に入ってくる今のところで言うと俺は一番効果あるというか、うん、あ活躍じゃないかっていうふうには感じてますけど、そうですね、まあ、そういう部分で、まあ、アルベル東京ボールを保持する後ろからしっかりつなぐっていうところでの、うん、まあ、僕の中であえて課題を挙げるとするとやっぱり足元のつなぎ、うん、まだ慌ててしまう部分とか、もちろん立ち位置だったりポジショニングっていうところもあると思うんですけど、うんうん、そのあたりのその技術的な部分とかっていうのはこれからどうですか、足元の部分で言ったら。俺はいけるかなって思ってます、うんうん、それなぜかというのはやっぱ取られるのが絶対的に怖いわけじゃない、うん、てかやっちゃいけないポジションだから、はい、やっぱりリスクを負わないっていうのを優先的にしなきゃいけないでしょ、うん、はい、で初めてチームに来てるわけでしょ、うん、で初めての監督でどうやってやっていくんだろうって言うとやっぱりリスクは負いたくないっていうのはやっぱり選手としては必ずあるところだから、うん、まあ、焦らず蹴っていくとか、うんうん、だけど早めに蹴っちゃうとかっていうのもあるだろうし、逆に言うとちょっと持ちたいんだけど周りと合わなかったとか、はい、パスもらう人が準備できてないとかって言って、うん、慌てることもあるでしょう、うんうん、やっぱそういうのは少しずつなくなってくればいいから、はい、俺は時間は解決することかなと思ってて、うん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 、なので足元っていうのはそこまで、うん、俺悲観的に見なくていいかな、うんうんうん、それよりもディフェンスラインの後ろをどうやって、うん、入っていくかっていうかカバーするかって言った方が大きいかなっていう気はしてますけど、うんうん、まあ、あとは足元って不思議とですね、そうやってつなぐとかっていう意識になったりすると、うん、上手くなりません？上手くなる、ね、うん、そういう部分も含めて多分周りとの連携、あとは個人的なそのやっぱ意識をきっと持ってると思うんで、うん、普段から、うん、まあ、これで足元もこうなんか安定、うん、より安定してで立ち位置ポジショニング信頼があるとさらに後ろは安心だなと。そうだね、良くなっていくんじゃないかなっていうのは思ってるんで、はい、この序盤で言うともう少し、うん、慣れるのに時間かかるかなと思ったけど、うん、俺は早かったなと思って、うん、それはめちゃくちゃでかいのはやっぱセーブじゃない。そうです、ね、これあれだけセーブしてくれるからやっぱあれと一緒だよ、得点するのと一緒だよ、はいはい、なんか認められますみたいなあるやん。 そうですね、それがもうこんだけセーブしてるからやっぱそのチームの信頼感っていうのは高い分だけこう入りが良かったっていうかチームに馴染めたというか、そういうのもあるんじゃないかなっていう感じがします、うんうん、はい、うん、ありがとうございます、はい、まあ、そういう部分で言ったら、まあ、今年新しくクバが来てですね、うん、まあ、もう一人、はい、ディフェンス新加入といえばこの木本選手、うんうん、まあ、森重選手はね昔からいて、はい、まあ、ちょっと怪我もあったりとかで離れたりしてますけど、うん、木本選手がこの後ろでもうなんかディフェンスの中心を担ってるようなそんな存在にもなってると思うんですけど、まあね、こう前チームもそうですけどある程度のもうなんていうのかな、自分をしっかり出せるっていうか、はい、マイペースというか、そうですそういうのを、まあ、醸し出せる選手なんで、はい、やっぱ自分の局面っていうのはもう絶対的自信があるというか、うん、もう 強みっていうかどっしり してるっていうのがまずこの2人にあるってことを考えたら、やっぱり周りの選手もあれカバーしなきゃじゃなくてやっぱりちょっとこう前目にいけるっていう安心感はあるのかな、ね、あとはまあ1対1が強いとか高さあるとか、うんうん、あとつなぐのに関しては人を誘えるでしょ、はい、この誘えるのは俺は大きいかなと、うんうん、はい、誘えるっていうのはちょっと具体的に誘えるっていうのは、はい、まあまあまあね、まあ、例えばこの青木選手がフォワードとするよね、はいはい、フォワードでボールがここにあるよね、はい、でこう出したい、もちろんここに出したいってなった時に、はい、うん、この選手がもうだ取れないの分かってるから、はい、こう動いてるところにこう出されると、はい、この人何もできないじゃん、こうやって、うん、防がれるでしょ、だから下げるしかなくなるんだけど、はいはい、彼はやっぱちょっと運んで、あ、そうですね、ここを誘える、はいはい、ってなるとこの人をこのディフェンスラインっていうか守備ラインを突破できるわけ、うん、ってなるとこの人がもう楽にボールをもらえるっていう、はいはい、この誘いね、
これができる選手がこの2つ並んでるっていうのはつなぐ意味でももらった人が楽になる。この誘うっていう、うん、この2人のそのボールの前の持ち出し、うん、これ攻撃が、まあ、要するに守備側ですよね、うん、からすると前にボール出てこられると行くんですよ。行かなきゃいけないもんね。そう、行くと何が起こるかって今福さんの言ったようにここにいたのが食っていかなくちゃいけないと。そうなるとこのラインに並んだりとかここにいられるともう置いていかれるんですよ、ね、そう、これこうなっちゃうからもう、はい、こうそれで体入れればもうこの人何もできないんで、はい、こういうのをねちょっと気が利けばつなぎに関してはめちゃくちゃ効果あるんで、この2人はやっぱそういう面で持てる、持ち運べるっていう、うん、このね一歩ボールを持ち出すか持ち出さないかって全然違うんですよ。全然違う。でもこれはディフェンスっていうかこの選手たちからの心理とすると、まあ、彼らは自信があってやってるっていうのは思いますけど結構怖かったりもするんですよ。そう、これ怖いんだよね、はい、で何してんだよってサポーターの方も言った人はいるかもしれない、はいはい、でも意図してやってるっていうことをこう分かってくれば、あーなるほどね、このディフェンスを誘ってここでガチャガチャって取られることもあるのよ、うん、じゃあ遅いじゃん出すのって言うけどここに挟まれる方が取られるから、うん、っていうのを分かった、いや分かってみると、うん、あーあの持ち運びって効果あったよねとかっていうね、はい、これをね全部でやれればいいんだけど、ね、そうですね、なかなかね、これは難しい、ね、難しいんですよ。これは難しい。本当に僕できるだけ早く叩きたかったですよ、うん、で早くもらいたかったもんな。そう、次に、まあ、そういうパターンももちろんあるんですけど、 それはね人によっての良さをどう引き出すかなんで、周りの中盤の選手がこれを持ち運ぶことによってこの距離感が縮まるのね、うん、次の、うん、ってなるとパスミスも減るのよ、はい、でコントロールもあのミスも減るのよ、うん、っていう点の運びもやっぱ効果があるんで、うん、そういうとこ見ていけば、そうですね、うん、特にですね、まあ、あの、まあ、持ち出しで言うと森重選手はそこからいきなりこうキックするふりして切り返すとか、うん、プラスアルファの持ち出しもするのでそのあたりもぜひ見てほしいなというところと、うん、あとは持ち出すと思いきやいきなりスパーンって縦にボール入れたりするんですよ、うん、気持ち縦に入れれるね。そう、一つ飛ばしってやつ、ここに出すふりして、ね、ブワーンって飛ばすのよ。これはねでかいよ。局面が全く変わってくるっていうかね。だからディフェンスはよりいけなくなるし、どうしたらっていう、やっぱ隙が生まれる、スペースが生まれるっていう、そういう細かいところもねぜひ見てほしいなっていうね、はい、ところを思います。本当にセンスのある、なんか僕もあの新体制発表の時にいろいろ話したんですけど、そんなに器用そうじゃねえなっていうか、なんかまあ職人的な感じはしたんですよ。けどすごいやっぱりなんですか、いろんなであのプレーを高いレベルでできるんですか。そうだね、ユーティリティって言われたらユーティリティかもね、はい、だってボランチもできるし、もしくはサイドバックもできるんじゃないかな、うん、まあまあまあ FC 東京サイドバックいっぱいいるんで、うん、まあ能力高いと、うん、能力高いですね、はい、まあ、森木はどうですか。相変わらずだね落ち着いてるし、やっぱ怪我っていうのは怖いにしても、うんうん、そのしつこさが悪い風に出なきゃいいなっていうぐらいかな、うんうんうん、なんかそこの判断さえ良ければ、うん、もう代表クラスだし、もうやっぱりその局面を変えられるこの人だから中盤の選手にとってはめちゃくちゃでかいっていうのは思うね、うん、こう相手が背負られてんのに出してくれる、でもちょっと返した後に動かしたらちょっと気使ったパスとか、はい、ちょっとこううまくずらしてくれるとかっていうのもできるんで、うん、はい、やっぱ次のその局面を考えられてる選手なんで、うん、すごい他の選手は助かってるだろうなと、うん、ただそこで引っ掛けられることがあるから、 そうですね、それをちょっと違うところでやってっていうぐらいかな、はいはいはい、そのリスクの配分っていうか、うん、それをうまくしてくれば、うん、めちゃくちゃ効果のある、後ろからこのアルベル東京にとっては欠かせない選手になると思う。欠かせないですね、うん、まあ、やっぱり怪我もしてちょっと離れてる間に結果もなかなか出なかったり、うん、まあ、これを人で、まあ、森重に代わる選手っていうのはなかなかいないとは思うんですけど、でも人が変わった時でも同じサッカーができるかどうかっていうのもやっぱり一つ大切なところなのかなって。もちろん同じプレーはできないとはいえ、うん、そうそう、もちろんやっぱりこうコンセプトとしてはボールを保持するっていうところの工夫が、どんな選手が入ってもやっぱできるかどうかってすごいこれから気になってくるし、つなぐサッカーするなら絶対的だね、そうですね、うん、大事な部分、うん、だからそれができるようになったら1年間通して力の出せるチームになるから、うん、そしたら優勝っていうのが本当現実的になるわけや、うん、いい時はいいんだけど、そうですね、悪い時は悪いんだけどって、はい、ここ最近 FC 東京そうでしょ。そうですね、やっぱこれがなくなればもう俺優勝しなきゃいけないチームっていうのはもうずっと言ってるんで、うんうん、はい、ああやっぱそこの部分かなっていう、もう
守備面プラス、もう守備当たり前じゃんやるのは、うん、プラスアルベル東京のサッカーにおいてっていうことでは俺はこのところが重要、うん、そうですね、っていうのは感じます、はい、ありがとうございます、うんうん、まあ、センターバックそしてゴールキーパーという話をさせてもらいましたけど、うんうん、まあ少しずつね後ろから行きたいなと思うんですけど、まあこのポジションで言ったら次はちょっと上げたいのは松木玖生、うんうん、そうやね、俺はすごいなと思って、うん、一発目に、やっぱ高校生でもちろん自信あるし余裕持ってやってたしちょっと別格だったなっていうね見てたけど、さすがにこの J1 で大変だろうなって思ったけど、あんなに堂々と、そしてフィジカルでも負けない、気持ちでも負けん気強いっていうのはちょっとびっくりするぐらいの活躍だった。ああ今ね、はい、でこれからじゃあどうしていくかっていうゲームを動かすとか、うん、そういうのがまたこれから、まあ、頭がね、はい、こうついてくるんでサッカーの方が、だからそしたらもうより進化するんじゃないかなっていう。だって体なかなかいないで高校出ていないですよ、うん、なおだってヒョロヒョロだったよ、ヒョロヒョロでもだって俺だってそうよ、ヒョロヒョロだったもん、練習でも試合でももう触られようもんならもうね、もう一回いてドラーって飛んでたものがうるらーってぶつかれるんだもん、それはもう出来上がってるっていうのは感じますけど、うん、やっぱりこの先だよね、うんうん、そうですね、うん、局面っていう点ではもう大丈夫っていうか、はい、ある程度できるっていうのはみんなも分かってると思いますけど、うん、その先にどうやって生きていくかっていうのが、うん、あの増えていくんじゃないかなって、これから、うん、だって前も後ろも行けるわけでしょ、はい、じゃあその前に行ったことで点取ったこともあったじゃない、ミスを取って、うん、そうですね、やっぱそういうの面では前からのプレスもいけるし、でも後ろに戻ってガチャガチャもできるしっていう、ただその時にどういうポジションを取ればボールが来ますかっていうのが分かってくればもっとボール来るから、うんうん、今消えてる時もあるでしょ、そうですね、ボールつなぐ時にね、はいはい、やっぱこういうことができてくればもっともっと良くなる、うん、選手かなっていう、うん、びっくりした選手の一人ですよ、いや本当ですよ、うん、とにかくまずは自分がアピールしようっていう、やっぱ自分が主導になるじゃないですか、確かに自分がどうするかみたいな、でも彼はやっぱりその動く時でもやっぱ周りのことを意識しながら動いて、うん、そこのスペースに誰か入ってきてほしいだとか、やっぱりそのボックス2ボックスって言われますけど、このところから相手のそのペナルティエリアのところまでこの縦動きながらこの横も動けるっていう、まあ、これは阿部シュートにも言えることなんですけど、はい、それがまあ1年目からそれができる判断と運動量とフィジカルと技術、確かに確かに、だってさ3人いてこうやって張ってるっていうかいるときにさ、この後ろ行ってこう入るじゃん、これって俺ならもう体力がなさすぎてこれやれへんもん、できないですよね、でもやれるんだよ、あれはすげえなーって思うよ、うまい、楽だよ、うん、あ、逆にいいよいいよいいよってこっちからしたらおいおい行き過ぎじゃねえかって思うぐらい、でも戻ってくるじゃん、戻ってきますね、俺めちゃくちゃ怒られたけど戻ってこいっつって、だけどそれができる選手という点ではすごいいいっすね、まあ、あとはやっぱり試合を決定づけるゴールですかね、本人も多分そういう課題意識持ってると思うんですけど、技術はだって急につかないじゃん、うん、もちろんなおだってスピードはあってもクロスがどうなの、シュートがどうなのっていうのはやっぱこう慣れていかなきゃいけないもそうだし、練習をどんどん積み上げていかなきゃいけないでしょ、そうだ、これからその意識でやってるんで積み上がってくると思う、うん、でもパススピードって相変わらず強くなってるでしょ、そうですね、やっぱこれは意識だと思うんで、うん、すごいその向上心っていうのはものすごい見えてるから、うん、先は面白いかなっていうふうには思いますけど、うん、褒めすぎか？でもいいんじゃないですか、ここからさらにっていうところでポジショニングとか判断とかっていう話も出ましたし、はい、やれるんですよ、そうそうそう、これ何とでも言うよ、でもここだったらいやお前こうして真面目よ、そう考えたら真面目よ、この3人むちゃくちゃ喧嘩するで。